じゃあお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、今日のゲストはもうレジェンド廣岡達郎さんです。よろしくお願いいたします、はい、お願いします。ちょっと簡単にはなるんですがご紹介させてください。紹介するまでもないけどね。いやそうです、もう、うん、誰でももう知ってるというです。知らなかったら野球語んなっていうような人だね。はい、1932年広島県のご出身、はい、早稲田大学を経て読売ジャイアンツに入団されます。そして大型遊撃手として新人王に輝くなど大活躍をされます。さらに現役引退後は監督としてヤクルトスワローズそして西武ライオンズをそれぞれリーグ優勝日本一に導くという偉業も達成されます。セパだからね。そうなんですよ、両方なんですよね。そして92年には野球殿堂入りを果たし現在は解説としても活躍されています。はい、もう聞きたいこといっぱいありまして、もう言いたいこといっぱいまあまあ存分のほど喋ってもらえれば、巨人に入団する前にいろんなチームからのお誘いがあったでしょ。いや僕は強いチームで真摯なチームで、うん、自分で選んで、いやそうですね、巨人に絶対行く。だから一番熱心なロッテがね、要するに呼ぶとね、カブラだけ行く、カブラだから。ああ、接待ですね、接待で。巨人は来ない、来ないです、何にもないです、ずーっと知らん顔。これでみんな大体決まって、お前は要するにロッテ行きゃ土地くれるのに、家もくれるのにと言えない。当時はそうだったんですよ、うん、契約金の代わりに。そう、巨人ってお前みたいなやつは、補欠だって言う人がいた、うん、でもやっぱり強い選手とかいい考えとかね、うん、そういうところに行ってライバルを蹴落としてレギュラーになるというのを持ってたんだよ、うん、だから全部蹴った、うん、で当時代表宇野さん、うん、来ないんだよね全然、うん、これで合宿早稲田の合宿に公衆電話に電話かかって「おい巨人軍でちょっと話し合い来いや」って。こういやってあそこの有楽町の事務所、はいはいはい、今はないけど、はい、あそこ行ったら、ね、巨人でちょっとお前来るかって、うん、で俺もね巨人決めてるけど待てよすぐお願いします安売りするから、はい、ちょっとお待ちくださいってこれで親父に自分の親父にね、はい、巨人から来たから行くぞって、うん、これで3日後お願いしますって、うん、でね今度はお前腹減っとるかいって、もう腹減ってます。これで社員食堂だもんね、巨人は。え、ロッテなんかあった料亭で、俺社員食堂ね、カレーライス食いとかラーメン食いって、それしかないもん。でもまあ巨人に行かれて V級が始まってくるわけじゃないですか。当時巨人の強さっていうのは何だったんですか。あれやっぱりね。僕ら入ってる水原監督、うん、やっぱり監督は勝たねばいけないというもので選手に言うんですよ、うん、ね。それであの当時の巨人はセパの選手権に出るのが当たり前、まあそうですね、うん、勝つのが当たり前パ・リーグで、うん、いやセ・リーグで、うん、そういうチームだから人員が高いんだよ、うん、それで水原さんっていうのはねこいつはここって言ったらずーっとすごい使う、うん、今みたいにユーティリティみたいに熱い内野って外野ってあれ絶対ものならなっても程度低い、うん、あの人水原さんちにいるのは構成合わせとも言わんけどレギュラーそんな頑張れ、うん、そういうタイプでね、うんうん、広岡さんが今考えて監督が考えて V 級をこう超えるチームって出てこないじゃないですか。いやそれやらんから知らんから。だから今僕が言いたいのは今の監督は教えてうまくするという方法を知らん、うん、ね、そういうのが多いんだよ。ただ監督という名前だけ欲しいんだよ、うん、でこうしたらこうなるということを絶対よう言わないんだよ、うん、そういう連中だから僕ら野球人だから見とってアホらしいって、うん、まあ当時はやっぱりやれっていうことと自分で考えることっていうのがあったと思うんですけど今厳しいこと言えないっていうんですよね。言えばいいんだよ。なんかねこう若手が萎縮するとか言ってる。言えない。そんなもん関係ないよ。関係ない。あれはね萎縮するいうのは言い訳、うん、いやこうしたらお前の考え通りいい選手になると言えばいいじゃん、うん、
ね、僕はこうしたいあしたいそれで有名な選手になって、ほうかいいこと言うな、ほいだらみんな落語して上手になりたい、そんなことあるかって、まあそうですね、立派になるね、やっぱり苦労して苦労してね、だから我々の時は川上さんにお前まだ下手くそって言われ、うん、4年間言われてて、うん、4年間ほいだら千葉さんとか平井さん宇野さん、うん、あれやな、川上下手だ、うん、だから取れれず取るようにお前勉強せえって言う、うん、そんなできたら苦労するかいと思うじゃない、うん、ほいでもあれ下手だから、ほいでもう母さんの偉いとこはね必ず呼ぶんです、自分の部屋に、うん、ほんで俺の守備は下手だけどこれは取るこう呼ぶ、そう本当の話なんですよ、ね、うん、ここは取るって、うん、他行ったら取れないっていうのは、うん、他は全然取れんからな、うん、だゲームでは取らんわ。これだから1年生の時に京都の西京区で巨人が4点、まあ新人の時ですよね、監督がね1年生だよ、はいはい、これで巨人楽勝や、ピッチャー中尾さん、ほんだからねパパンと三遊間に来たら、ね、正面だから楽だからパッとパーッとファースト掘ったらボートね取らんもんこれでまたショートゴロ来たらツーアウトやからペーッとボート、ボートってどこら辺のボートなんですか、ちょっと横この辺、まあ言えばこの辺ですか、いやほいだからね、あの最後にアウトサイドが出てきて満塁ホームラン打って負けるんで、これで巨人はアホちゃんなバカタレいてこう帰っていって、うん、で担当者がね、ひよこさんえらいことをしましたね、自分から、うん、悪いことをしたって言う、それでやめときゃよかったんだよ、うん、そんで、あのぐらいの球を取らん、ファーストヒッター野球できるかってやったんだよあ、そっから川上さんとこうなったんですね、1年からもう、あんな減って下手なファーストヒッター野球できるかってやっちゃったんだよ、うん、ほいで、あの人が練習して下手なのはまだね、うん、世代も練習でね、これだけは一緒、だから日本のあのピッチャー3人ぐらい球が連れて行って打ちまくって、うん、俺はやっぱ練習はされたんですね、あ大丈夫、それね10分とか15分じゃないよ、うん、1時間半ぐらいキャーッとってね、おおヒロ分かった、うん、来たとも打ちゃいいんだよ当たり前だと思うじゃない、うん、ね、最初威力系あるんですよ、うまく打って、はいはいはい、だけど疲れてくると来た球をパッと打つよ、うん、それを教えてくれた、うん、川上さんっていうのはねガーッと言うけどいいこと言うんですよ、うん、でまあでもピッチャーもそうですもんね、投げ込んでいって投げ込んでいって力が抜けてから初めて投げ方を覚えるんで、うん、でもそれは正論だけど、うん、まあ科学的にいやそんな昔のことやらんでもいいのが最近入ってまあそうですね、あれバカででも監督が一番最初に合理的に科学的にやろうとした監督でしょ、いや僕はやっぱり昔にやっぱりね色気があったらダメ、うん、うん、球取るんでも打つんでもね、うまく打ったろうとかうまく取ったろうと思ううちはダメ、取って当たり前とならない、まあ、それで練習がある、だからアメリカ人はあれをねいじめと見るんだよ、うん、バレンタインそうだった、いじめどうしていじめるんだって、うん、色気はなくするんだよ、でひっくり返ってもうファーッとペーッと打ったら止まってパッと取るんだよ、うん、あの心境にならない、だからやっぱり特殊とかね特大っていうのは疲れてからものになるんだよ、特殊特大はうん、うん、何でも何でも、ピッチャーでも、うん、巨人のピッチャーやダメだ、太ってるわよ、うん、それに尽きるよ、うん、どこに首があるかいるよ、そんな今の相撲だよ、豊さんも言ってましたよね、でも最近俺のことは言ってるよ、福田投手あの田淵なんて左いいコントロールしてる、うん、はいはい、1年前良かった、2年目から太った、うん、3年目です、これや、うんうん、お腹が出るっちゃもう最低、すみませんそれはピッチャーに限らずですか、やっぱ野手もそうですか、で今の野手ね、はい、こう取ってねパッパーッと家におる
必ず超えないの、ね、これ以上、そうですね、取ったらこういうペンって腹筋と背筋で掘る人はいない、うん、だからトレーニングが間違ってるの、うんうん、それで美味しいもの栄養物食べて水お茶こう飲んだらいいという、うん、あれメーカーが喜ぶだけちょっと VQ の、 あの強さからちょっと話がだいぶずれてますけどやっぱり厳しかったですか VQ の時って。 VQ ねこれみんなが知らないとね母さんがねやっぱりリーダーです川上さんが、うん、それで俺がレギュラーで出ると勝てないか そんなに調子が悪かった、うん、で俺がレギュラーで出たら勝てんと言うなら俺はベンチいるって言ったで、うん、そういう人いる、まあ、俺7番にしてくれっていうのはいるけどまあそうですね出ないっていうのはなかなかねこれで母さん何言ってるかあなたは巨人の顔であんたが引っ込んだらどうすんだいってね、うん、みんなが文字だった、うん、そういうのが巨人だった。だからあの人が V 級やってもね巨人の川上というのは依然として持ってたから、うん、僕らは懐かしいしやっぱ母さんやったまう、うん、それで今言ったようにね広島で僕がコーチでそれであれは巨人の監督だったんで、はいはい、低め振れって言ってたよ、うん、高めは高め低め振れそれしか、うん、あの人ピッチャー知ってるよ、うん、今球の種類だけは掘るピッチャーが多いでしょ。まあそうですね。あれ間違い、うんうん、いつでもアウトライピャン、うん、早ければいいんじゃない、うん、伸びる球をこうピュッ伸びればいいんだよ、うん、まあスピードじゃないですもん ね、はい、今ね160掘るからってなに、ね、たまに出たら回復しないってやめるねバカロッテの2年目でしょ。まあ一軍スタートということでね、キャンプ。いや、これだから新聞もあり、うん、でも僕らは巨人で育って巨人の影響をとことん勉強させてもらった、うん、よかったですよ、うんうん、それはよかった、うん、それでチームによって教え方が違うんですよ。これが分からん、人によって全部違う。まあそうですね、だからまあその話を次のコーナーでいきたいと思います。